思うて通りで遊ぶこの声が聞こえた気がして、窓を開けたある日の午後、父なき子供と呼ばれていても笑える子供に育てると手紙が来て、よく似た子供にすれ違っても、身勝手な男は襟を立てて振り返りもせず、ナナと呼ばれたあの子は元気ですか、元気ならいいけど雨に打たれて濡れてはいないでしょうか、濡れてはいないでしょうか。